煉獄さんみたいなクジラのなんか臭さとかね。市場関係者や飲食店の関係者が味を吟味しているのは長須クジラというクジラです。このクジラは今年3月に竣工したばかりの捕鯨母船によって半世紀ぶりに捕獲されたクジラで、全国でいち早く試食や商談などが行われました。長須クジラは数あるクジラの種類の中でも最高峰の味わいと位置づけられていて、今回取引されたクジラは今後札幌市内の飲食店などで提供される予定です。